ヒューマニウムメタルでできたカナダのフォーエバースピン製のコマ。ヒューマニウムメタルは紛争地帯にて押収された大砲重機を溶かして作られた金属のブランドである。2016年、スウェーデンの非営利団体、インディビジュエルマンインスコジャルプ、スウェーデン開発パートナーによってプロジェクトが開始された。ザ・ヒューマニウムメタルイニシアティブと呼ばれるマーケティングキャンペーンを通じて制作される。 キャンペーンの目的は、銃犯罪の問題に注意を向け、違法銃器の取引の集結に貢献することである。ヒューマニウムメタルは、腕時計、ボタン、コマなどの小さな装飾品の製作に使用され、収益は、銃が押収された地域の事前活動に還元される。ヒューマニウムメタルイニシアティブは、スウェーデンの非営利団体インディビジュレールメネスコジャルプ、スウェーデン開発パートナーのブルーネピーターが、 デザイナーのヨハン・ピルと共同で考案した。組織のウェブサイトによると、プロジェクトの目的は、違法な銃や武力による暴力による破壊的影響について認識を広め、紛争で荒廃した社会に住む人々に力を与えるために早急に必要な資金を生み出すことである。このキャンペーンは、スウェーデンの広告代理店である、グレートワークスとエイクスタムホールストとの協力のもと実施される。 ヒューマニウムメタルは2016年11月にエルサルバドルで最初に生産された。エルサルバドルでは現地政府によって押収された銃が1トンの金属に変えられた。その後、プロジェクトはグアテマラにも拡大し、2018年には対象国をホンジュラスとコロンビアにも拡大する。このプログラムは国際原子力機関のハンス・ブリックス元事務局長とダライラマ、 ノーベル平和賞受賞者である新学者、デズモンドツツから指示を受けており、スウェーデン外務省とも提携している。2018年時点で、このプログラムは、約5000兆の重機を使用して、3トンのヒューマニウム、メタルを製造した。組織によると、金属の総注文額は300万ベイドルに達した。ヒューマニウムメタルの販売による収益は、重機を供給した。 紛争地帯の地元の慈善団体に還元される。ヒューマニウムメタルの製造において最も一般的な方法は、現地政府が押収したい砲銃器の金属を溶かして、インゴットやワイヤー、またはペレットに変えるものである。そうして集められた金属の95%は、鉄で、インゴットはスウェーデンに送られ、そこで、より金属加工に適するよう鉄粉に加工される。 2018年現在、ヒューマニウムの価格は1オンスあたり約6.6ドル。国連本部前にある発射不能の銃。これを模したミニチュアがヒューマニウムで製作される。2018年、ストックホルムを拠点とする時計メーカーであるトリワは 3D プリンターを用いたヒューマニウム製腕時計の販売を開始した。2019年、ヒューマニウムメタルイニシアティブは ノンバイオレンスプロジェクト財団と提携し、スウェーデンの芸術家、カール・フレデリック・ロイテルスワルトの1985年の彫刻作品、発射不能の銃のミニチュアレプリカを制作した。他の企業も、ヒューマニウムメタルで作られたコマ、ボタン、ブレスレットといった商品の製造を開始している。スウェーデンのスタートアップ企業である、アグッドカンパニーは限定版のアグッドヒューマニウム。 メタルペンを製造した。その売り上げ25%はエルサルバドルの暴力犯罪の防止に取り組み、紛争に苦しむコミュニティを再建するプロジェクトを支援するために寄付された。2020年、スコットランドの芸術家、フランク等は粉末のヒューマニウムメタルと塗料を混ぜて描いた絵画を制作した。2017年、ヒューマニウムメタルイニシアティブは カンヌライオンズクリエイティビティフェスティバルでイノベーショングランプリを受賞した。2018年にはアメリカのビジネス誌ファーストカンパニーの広告カテゴリーにおいて世界を変えるアイデア賞を受賞した。ありがとうございます。